写真を撮っていて、どちらか片方の目立ちが大きくなっていることはないですか？今日も動画をご覧いただきありがとうございます。片方のね、目立ちが大きく写真に写ってしまうということがあったら、この動画がお役に立つと思います。まず片方の目が大きくなる原因なんですけれども、体の癖ですね。体の癖だけで目の大きさというのが違ってくることがあります。ただ遠近法でこう同じ大きさの手でもこういうふうにしたらちっちゃく見えるというのがあるんですけれども、このぐらい顔を歪めるというのは当然遠近法じゃなくて、体がもうね、大きさが違うという認識ではないと思います。このぐらいの差があるとね。じゃあ同じようにして、ちょっと多少こうやってでも目の大きさが違うというのは、普段どちらの目をよく使っているかというのが、その大きくなる例になります。私たちはこう右利き、左利きとあるように、これは利き手、足にも利き足というのがあります。サッカー選手なんかがこうボール蹴ったりしたらね、左足の人はちょっと重宝するのは左足で蹴る人が少ないからです。これはもう利き足というのがあるからです。じゃあ目にもね、利き目というのがあるんですね。で、どちらか両方使えばいいんですけど、どちらか好きな方が使いやすい方があるはずです。で、これを見分け方ですけども、ウィンクできる人は、両方真ん中に指が来るように見てください。そして片方だけ閉じてください。で、私の場合、こっちの目で見たらこの指がこっち移動するように見えます。こっちの指で見たら動かないです。ということは、私はこっちの目をよく使っているという感じになります。じゃあそういうのがあって、で、視力がね、片方こっちが悪かったらやっぱりこっち使うんですけど、視力が悪くなければどうしてもこっちをメインに使ってしまいます。ですから、物に集中する人とか、同じところをずっと見るということは、こっちの目を見開いてしまうんでね、どうしてもこっちの目が大きくなりがちです。そういうのを長いこと続けてくると、どうしてもこの目の大きさの左右差が出てきます。そしてそれとプラス体の歪みで、こっちがちっちゃくなって、こっちが大きくて、で、こっちを使うとより大きく見えるということがありますので、ね、体の癖というのも覚えてくださいね。このどっちが自分はどっちの目をよく使っているのかというのを意識すると、まあちょっとこっちばっかり見ると、たまにはこっちも見ようかなとかね、そういうふうにちょっとずつ変えていくと、この大きさというのが気にならなくなってくると思います。で、当然目の周りが大きく見開いているんで、シワもこっちが上がり気味とか、こっちの方がシワがないとかね、この辺だけシワがあるけどこっちはないとか、そういった違いもあると思います。そういう時は目の前のマッサージをしてください。で、この時はもう今までね、体の矯正をしてから顔の歪みを整えていきますよというお話をしたんですけど、それはそれで継続してやってほしいんですけれども、簡単に顔だけのね、マッサージを言うと、この目の大きさに関してはもうこの目の眼輪筋という目の周りにある筋肉を軽くほぐしてください。で、この筋肉はもうこうついてるだけなんでね、どっからやっても構いませんけど、目のたるみも気になるのであれば下から上げていってください。で、またこっちも。で、当然この眼球に触れないように眉毛のと骨の際ですね。で、2本でもいいです。時間がないとまとめてやっても構いません。こっちをやってからこうね、で、あとはこの辺のこめかみですね。こういうところね、こめかみをやってください。で、これも当然肌をこするんじゃなくて、肌を滑らして、その動きに合わせて指をゆっくり移動させてください。こすらずに密着させて、肌の動く分だけマッサージしましょう。そして場所を変えていく、このようにしていくと、だん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 この目の大きさというのも一緒になってくると思いますので、ね、是非気になる方は続けてみてください。この動画がいいと思ったら、こちらからチャンネル登録をお願いします。またリクエストや今日の動画の質問なども受け付けています。